お待たせ。これ、飲み物。お店の方は特に変わったことはないみたい。このまま何もなければいいけど。犯人、来るかな？ありがとう。頼りにしてる。もし本当に来たらちょっと怖いけど。私も捕まえるの協力する。みんなに助けてもらったのに自分だけ何もできないなんて嫌だから。それに、私にもできることあるって思うから。あ、ごめんね。なんでこんな話してるんだろう。なんか緊張してるみたい。同年代の男の子と二人だけで話すとか、そういうのなかったから。知恵もね、ああいう性格だから男の子の友達多いけど、今はあなたや花村君と一緒が一番楽しいみたい。私も楽しいよ。うちの仕事で出られない時あるかもしれないけど、いつでもかけて。
またね。またね。ありがとう。あ、お兄ちゃん。
ありがとう。またね。
もう！
少しだけ。ありがとう。あなたも何かお参りする？そっか。あなたらしいね。私はね、みんながずっと元気でいられますようにって。知恵もあなたもみんなも、それから旅館の人も、それからあなたにふさわしい私になれますようにって。これからもみんなと一緒に元気で笑っていられますようにって。じゃあ心を込めてお祈りしよう。私ね、ここを出ていくのをやめようと思うの。お上になるのが嫌だったんじゃないの。自分で決めてなかったから、レールに乗せられた気がして嫌だっただけ。嫌なら逃げるしかないって決めつけて。私今は違う。あの旅館を守りたいって思う。ここはやっぱり私の大切な場所だから。あのね、ありがとう。気づけたのはあなたのおかげだと思う。ずっとそばにいてくれたから。あのね、前から聞きたかったこと。どうしていつも一緒にいてくれるの？聞いてもいいかな？私も同じ気持ちだよ。心臓止まるかと思った。あの、もう少しだけこのまま一緒に。
なたの部屋。あ、ごめんね、ジロジロ見ちゃって。男の子の部屋に入るのって初めてだから。寝るときお布団なんだね。私もお布団。ごめんなさい。何を話していいか。私は何でもいいよ。そんなに気を使わないでいいよ。そうだ、私ね、まだ勉強してるよ。料理と資格も。出ていくつもりはないけど、きっとやって損はないと思うから。私、気づけてよかった。きっと、出て行って一人暮らししてたら、後悔してたと思う。私ね、自分一人で何でもできるようになりたかった。でもそういうのってすごくおこがましいって思ったの。旅館があって、家族がいて、中井さんや板前さんたちがいて、そういう優しい輪の中で育ててくれたから今の私があるんだよね。そう思ったら、私の人生って私だけの問題じゃないんだって思えるの。だから私は私の意思でここに残ろうと思うの。私の新しい力。あなたが私に気づかせてくれた。大事な力だね。これあげる。そこの神社のお守り、あなたを守ってくれますように。そうしたいけど、私はここに残るから。私の代わりにこのお守りがあなたを守ってくれるから。そしたらずっと
一緒だから。あのね、好き。好き。